ニーナ・シモンは、アメリカ合衆国のアフロアメリカンのジャズ歌手、フォーク、ブルース、R&B、ゴスペル歌手、ピアニスト、公民権活動家、市民運動家である。本名は、ユニース・キャスリン・ウェーモン。スタンダードナンバー、悲しき願いのオリジナル歌手として知られる。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第29位、九首の選ぶ、 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第21位。1933年2月21日にノースカロライナ州トライロンで7人兄弟の6番目として生まれた。4歳からピアノを弾き始め、彼女の才能に惚れ込んだ周囲のバックアップを得る。クラシック音楽のトレーニングで有名なジュリアード音楽院でレッスンを受けながら、カーティス音楽学校への進学を試みたが、 断られる。50年代前半のことであり、黒人であったために差別された疑いがある。シモンは、ピアノの講師などで生計を立てようとするが、生活は苦しかった。1954年には、アトランティックシティのアイリッシュバーで、ピアノを弾くことになる。このバーのオーナーに勧められ、歌い始め、やがて名前をニーナと改め、尊敬するフランスの女優、シモール・シニョレにちなんで、 ニーナ・シモンと名乗った。フランス語では、ニーナ・シモーンの発音となる。50年代後半に出した、アイラブユポー u がヒットし、やっと音楽活動が順調なものになっていく。彼女の音楽はジャズに限らずホーク、ブルース、ゴスペル、ポップスなど幅広いジャンルを取り入れた。人種差別主義者による、アラバマ協会爆破事件やミシシッピでの公民権、運動家殺害事件に抗議し、 ミシシッピゴッダムのシングルを発表した。1960年代の黒人公民権運動にも参加するなど、精力的な活動を見せた。1967年には自由になりたいを発表。1970年、夫でありマネージャーであったアンドリューと離婚し娘も、残し、アメリカを出る。以後はしばらく、リベリアで音楽と無縁の暮らしをし、ほどなくして、 フランスの音楽フェスティバルで復帰。シャネルの CM に、マイベイビージャス t ケアズフォーミ r m が起用されたのきに、再ブレイク。オランダでの8公演を成功させ、完全復帰を果たした。双曲性障害、双鬱病と戦いながら、2000年を過ぎてからは、フランスに強化前、新たに活動を活発化させていたが、乳がんによる闘病生活の末、2003年4月21日、 フランスのカリイコールルイコールルへの自宅で70年の生涯を終えた。ありがとうございます。